岩手県との県境を見て思い出したというか気がついたんですけど、日本海側もね、秋田県との県境まで行けばよかったなって今頃思いましたね。まあいっか。これからですね、海でこうラインに入っていくわけですが、ちょっとだけ内陸の方に入って、それからまた海岸線沿いにね行くことになりそうです。なんかもっと道ねありそうな気がするんですけど、まあ仕方ない。細かい道はねわからないんで、ナビの通りに行くしかありませんね。おお、再び海岸線沿いに出た。わあ、今日なんか波荒いな。いつもこうなのかな、この辺は。先ほどね、岩手県との県境に到着した時に言い忘れたんで、今います。青森県横断。パチ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 ね。あっちが沢町とかある日本海側からこうやって太平洋側までね、無事青森県横断できました。やったー、万歳。まあ一部ね、白神ラインとか通行止めのところはありましたが、まあおおむね横断したということでいいでしょうね。いいことにします。はい、決定。さてね、海猫ラインっていうのはどこからが海猫ラインなのかさっぱりわからないんですが、とりあえず海が見えるからこの辺からでいいんじゃないかな。この辺からね、とことこと走っていきたいと思います。あ、なんかそれっぽくなってきましたね。まあゆっくり走ろう青森県。お、海岸線沿いに出たと思ったら、すごいな、この何、この人だかり。なんか今日なんか踊ってますね。なんだろう、イベントをやってるのかな。何を撮ってたんだろう、ちょっと見えませんでしたけど、カメラでは映ってるかな。今日日曜日だし、何のイベントかは分かんないけど、きっとね楽しい催し物があるんでしょうね。この辺海沿いいいわ。あ、灯台もある。あ、灯台の上に人がいる。あそこ登れるのかな。なんていう灯台で、どうやって行くのかも分かりませんが、登れる灯台なのかな。まあどこから入っていけばいいのかも分からないんですけど、景色いいだろうなと思ってたら、なんか向こうに工場の煙突が見えてきましたね。もうそろそろね、八戸の市街地が近いみたいですね。灯台開放中だって。あそこの上りのところ入っていけばいいのかな。ちょっと行ってみますか。ね、ここに上りありますもんね。なんか灯台開放中って、まあ行けるかわかんないけど、とりあえず入って行ってみますか。多分ね、さっき見かけた灯台だと思うんですけど、道が全くわからん。道が全くわからない。まあ大体の方角は覚えてるんで、そっちの方に向かってみますか。きっとね、あそこに上りがあるぐらいですから、看板ぐらいあるんじゃないかな。あった、サメなんとか灯台はこっちらしい。なんて読むんだろう。サメはわかるんですけど、サメ駐車場、本日灯台開放中、この先徒歩5分。置いて歩いていかないとダメですか？バイクで行っちゃダメですか？まあ、車両、この先車両進入禁止ってあそこに書いてますね。仕方ない、歩いていきますか。どうやらこちらの灯台なんですが、土日に一般公開されてるみたいですね。今日だけではね、どうやらないっぽいんですけど、上りにね、あちこちにある上りにですね、土日に一般開放中って書かれてましたんで、おそらく毎週やっているのかな。入場無料ですからね、海もね、綺麗に見えますから、登ってみて損はないと思いますよ。灯台のね、資料館もありますから、灯台にね、興味がある方はもうね、たまらーんって感じになるんじゃないかな。念願だった海猫ラインもそろそろ終わりっぽいですね。蕪島まであと 1.1キロ、蕪島まで着いたらもう終わりですからね。っていうか、ここか、ああ、ここだ、曲がるとこ間違った。もうね、ちっくしょうって感じですけど、ここを曲がるらしいです。多分海沿いに出ていくんでしょうね。その方がいいや。蕪島神社見えてきた。蕪島神社、いや、半年ぶり。ブリブリ。まあせっかく来たんでね、ここまでお参りくらいしていきましょうね。前回来たんで駐車場の場所も分かってるし。